リョーナ。お母さん。わしはお母さんじゃない。だって夜桜ちゃんの怒り方ってお母さんっぽいんだもん。もっと叱って、もっと叱って、お母さん。だったらリョーナ、なんだって悪人なんかになったの。わしはリョーナをそんな風に育てた覚えはありません。リョーナちゃんは悪い子なの。だからもっと叱って、叱って。あれ、でも悪人になったらなんでいけないの。いけないに決まってるでしょ。だって悪人なんだから。うん、だから悪人の何が悪いの。何がって、悪人は悪いものと決まっているからです。なんで、なんで悪人は悪いものなの。それは。ねえねえ、なんで。悪は悪いと決まっているからです。リョーナは口で言ってもわからないようですね。体にお仕置きです。貧困の夢に沈みましょう。両断、悪の誇りを倍掲げた。貧困の夢に舞い散る。あ、
これでもう懲りたでしょ。さあ早く月仙に戻ってきなさい。それはできないな。だってヘビ女って居心地いいんだもん。悪人でいることが居心地がいい？そんなバカな。ううん、本当だよ。リョーナさんには嘘をつく理由がない。いや、そもそもリョーナさんは嘘をつくような人ではなかった。リョーナさん、もう行ってください。え？とどめは刺さないの？いいから行ってください。わしの気持ちが変わらないうちに。分かったよ。悪が居心地がいいなどわしには信じられぬ。まあよしとしよう。また強くなったようです。新しい技を思いついたんじゃ。